2024年個人的にヒットしたグルメを聞き込み。すると冷凍食品のビビンバが結構ハマって、自分でチーズ乗せたり、あの半熟の目玉焼き乗せたりしてアレンジしながら、多い時週3とかで食べました。ただ熱しやすく冷めやすいそうで、今ちょっと落ち着いてきてまた違うものお菓子にハマってて。こちらの夫婦のヒット飯はケバブです。ケバブ、はい、はい、ケバブが美味しいキッチンカーがあって、すごいハマって10回以上は買いました。お気に入りはちょっと辛めのチキンのケバブ。ただ食べるタイミングが、晩ご飯っていうよりはちょっと飲んだ帰りにちょっと物足りないなで買っちゃうみたいな。締めはラーメンとかじゃなくて最近ケバブになってますね今年個人的にハマったグルメを聞いてみると、ちょっと残念なエピソードも。2024年私のヒット飯、こちら会社員の夫と育休中の妻、夫のヒット飯がカルボナーラうどん。カルボナーラうどんですか。はい、僕カルボナーラが好きで、パスタがなくてうどんでやってみるっていうのをきっかけに食べてみたらめちゃくちゃ美味しくて、週1ぐらいで食べてますかね。市販のカルボナーラの素にベーコンとしめじ、オリーブオイルで炒めたのを混ぜて冷凍うどんにかけてあえて食べてもらってたんですけど、意外とハマってくれた感じ急遽妻がうどんで作ってくれたカルボナーラが大ヒット。ソースさえ作ってしまえば和えるだけで簡単にできるとあって、妻もカルボナーラうどんだよって出すとよっしゃってなってくれるラッキーってこっちは思ってますただハマっているのは夫だけだそうで、ご主人がカルボナーラうどんを食べてるときは奥様何食べてるんですか。別で納豆ご飯とかカルボナーラそんなに得意じゃない、食べるのは納豆ご飯食べたい続いては共働きの夫婦、夫のヒット飯はコストコのちゃんじゃです。ちゃんじゃ、はい、ちょうどいい辛さなんですよ。お酒にもご飯にもちょうど合う感じの辛さがとても良い感じです、まあ、お昼にご飯にかけて食べて、夜お酒飲むときは毎回こう器に出して食べて、まあ、止まらないんでしょうタラの内臓を唐辛子などで漬け込んだちゃんじゃ、いつも大容量タイプを買っているそうですが、 400g のちゃんじゃとかがだいたい1週間で消えちゃうんで、まあ、1週間に400食べてる確かにやば、そう聞くとやばいなやばとにかくちゃんじゃにどっぷりハマっているという夫、二人でスーパーに行くと気づいたらカートに入ってるみたいなまたみたいな、また買うまた入ってるよみたいな。コストコにご主人を連れてかないっていう選択肢は確かにそうですね確かにそれはあるかもしれない。それやめていただいて気づかせないでいただいてもらえたら続いては都内で一人暮らしをする20代の会社員、ヒット飯は回転寿司ヤマトです。千葉とかにある回転寿司ヤマトっていうところにいつも、はい、週 2,3 で車借りて行ってました。いつも車でヤマト行ってるから、意外ちょっと引きます多い時で週に3回レンタカーで片道30分かけて通うほど気に入っているといいます。寿司ネタが厚くコスパもいいんだそう。10皿20皿はいけちゃうんですけど、毎回帰り苦しいからちょっとやばいかなっていうのを思ってたんですけど、10皿はもう男男性レベルですねだから今年でも10キロぐらい太って、そうなの、ちょっと控えようかなと思ってます。驚きを隠せない友人、ただこの友人もあるものに驚くほどハマっていました。
辛ラーメンです。辛ラーメン、はい。転職してリモートワークになって、で家で食べる機会が増えたんで、まあ、簡単に食べれるもの、辛いのが好きで辛ラーメン、牡蠣を一緒に入れて食べるとめちゃくちゃ美味しくて、もうそれを毎日のように食べてます。辛さがやみつきに、そこに牡蠣のクリーミーさが見事にマッチ。ただ食べ過ぎるあまり、辛いものは好きなんですけどすぐお腹壊すんで、なんかもうそれの繰り返しって感じです。それでも美味しいから食べてます。大好きなのは分かりますが、ほどほどに。